自分たちででやるとということなんですよ政党ってこういう仕組みになってたんだとこうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってうどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて理想の政党をみんなと考える CJS おばの皆様、こんにちは神谷宗平です。本日も大国民読本を読むお送りしていきたいと思います。講師は林由美先生です。林先生、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ前回から始まりましたこのシリーズですね。はい、まあ冒頭にこう林平山さんの話ですとか、はい、まあこの本にどういったことが書いてあるのか、うん、ということを前回あの総論としてお聞きしたので、はい、まあ今回からはですね、まあ目次に沿って一つ一つ,つの内容をですね、はい、解説いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。 第2回の今日は、えー、こちらが元の本ということでしたが「除雪の内容を述べていいこうと思いますで主義」という言葉が出てくるんです、まあ、いきなり「主義」なんて聞いて難しいなと思わないでいただきたいんです、えー、これ自由主義とか「民主主義」とか私たち普通に使っている言葉なんです、えー、まあ「イズムと」と英語でやれば「イズム」ということになりますが、うん、一体これ何なのかと。人によってはですね えー、イズムは良くないとと、うん、主義を持つと偏るから、うんえー、よろしくないいいう人がいるんですよ、はいうん、しかし平馬さんはいやそうじゃないんだとやっぱり何か信念になるものをちゃんと持ってないとですね、うんえー、軸ができないということをおっしゃってるんです。で、えー、平馬さんが何て述べておられるかと「主義というのは目標のことなんだ」と「一定した大方針ということなんだと」とまあ言うならば「 目標のの元にになななるる考え方ととといいううが主義ということになるのではないかと思いますで、これがあると大方針が立つとで大方針が立つとそれに向かって努力できるということになっていくわけです。で反対に主義がないということになるとこれは滅亡が待っているというわけです。うん でまあ、この平間さんの主義が大事だっていう考え方を聞いてですねじゃあ一体主義って何なのかと私はこの言葉の意味を考えるのが結構好きな方でしてねそうだ主義というのは主体となる大義ではないかなと考えたんです。うんえー、主体とこ主ということです。自分自分身、えー、主体ととなななってけければいけないと これある先生から聞いたんですが自分が自分の主人公となると自分が自分の主人公にならんといかん、うんまあ、そういうことなんですね。そして、えー、大義とこの「義という漢字なんですけども実はこの上半分は羊なんですよね。うん、羊は群れをなしててて整って歩いていくんですだから 整っってていいるる筋が通っていることとを義というんですよ。で、最もしっかりと筋が通っていることを大義と呼ぶ,呼ぶわけですで、えー。主体となる大義をちゃんと持っているとこれ主義となるわけで、うんえー、自分を確立させるしっかりとした筋の通ったものを持っているかどうかまあ平たく言うとですね価値観とか さっき申し上げたこれ信念ということになっていくというわけなんですどうでしょうかね現在の日本人というのは果たしてどれくらい、えー、可用な主体となる大義を持っているかどうかちょっと難しい言葉でありますけど、うんえー、まあ、私より、えー、若い神谷さんがまた一段と若い方々を相手にですね えー、講演指導をなさってるううわけですがどんな印象を持たれますでしょうかね個人個人で持ってらっしゃる方はいらっしゃいますけど、うん、結局学校だから、まあはあ、僕なんかはもう主義というか哲学というような言い方をしますけど、うん、何かこう先生おっしゃったように自分の軸となる考えを持たないと結局価値判断の基準が取ないですから、はい、なんかテレビでいいって言ってたらそっちに そうそうそうついて,って<ー>なんか面白そうな人がいるって聞いたらまた鋭いそわそわついてってっていうだからやっぱりこう何が正しいのか自分は何を大切にするのかっていうことを考える教育っていうのをさせないと本当はいけないと思うんですけど、はいはい、でも今の学校教育では逆にね、はい、あの僕も気になってて言われたんですけど、はい、なんか一定のそれこそ主義とか哲学を教えるのは、ええ、あの洗脳につながると。 はあ、そういう考えの方がいらっしゃるんですよ。はあ<ー>、うんので基本的に教えてはいけないっていうのが今の日本の教育の現状じゃないかなというふうに感じています。<ー>うん、まあそれでは全くしっかりししっかりした人間が育たないということに。 ななってしまううそんですので僕なんかは教育は自由化してもらって変な教育する人もいるかもしれないけれどもでもやっぱりそういう子どもたちが先生選べばいいわけですよねどういう主義を持った先生についていきたいかというところでしないと全国一律にんかこう透明無職なそれこそ教育をするぐらいだったら江戸時代のように寺子屋とか私塾とかはんことかいろんな教育があって自分の目的に合わせて先生を選べる そういう制度に日本は戻すべきじゃないかというのがまあ僕の考えではあります。はい、いいですね、まあ、早速そういう実践もなさってると聞いてますから、えー、本当に服いたします <laughs>、えー、やっぱりねどの先生について学んだら、えー、子どもがしっかりするか、うんはい、また活躍できるかと、はい、まあそういうところでおのずと答えは、まあ、時間はかかってもね、はいうん、出てくるはずですから。 まあこれをちゃんと確立しなければいけないということは私も思っておるところですさあそれでですね、はい、えーこの林平間さんもえその個人的にはあれやりたいこれやりたいということがあるだろうと、うん、だけど大きな単位の目標というものがどうも見られないと一、うん、町村の自治体ですよね、はい、大方針がよくわからない、はい、一国の 方針もわからないということが書いてあるんだ。これが結局、大正以降の現実だったんです。そういうことですね。ちょうどですね、明治が終わる頃までは国勢があったんですね、目標が。文明開化、殖産興業、福岡教兵と。しかし、大体それを明治が終わる頃までにやっちゃうんですよね。やっちゃいました。成し遂げてしまうと、そこからどこへ行ったらいいかがわからなくなると。 そんな状況の中で対象デモクラシー対象モナジズムなんていうのが起こって非常に日本人が軟弱化社会主義とか共産主義という主義が入ってきちゃったんですね。そ,うそれで、えー、おっしゃる無政府主義であったり、はい、多くの学生が共産主義に染まっていったためにですね、えー、当時大学生のことをマルクス・ボーイと言ったそうですね。えーまあ、それがあの <laughs> 定番ということに、えー、<laughs> なっておったようでございます。うん だから大正時代に軍人さんが軍服着て街を行くともう罵られたそうなんですよ、この税金泥棒と。一昔前の日本との一や全く本当に税金泥棒で世界から戦争はもう起きないんだと軍縮がこれから進んでいくんでね。 と、えー、いうようなことが言われた時代があったというのがです、ね、大正以降の現実だったんです、うんはい、で私の師匠の松下幸之助王もです、ねはい、ある時、あのー、雑誌の記者から、えー、インタビューを受けましてね「えー、松下さんと景気をよくするにはどうしたらいいですか?」と。 松下幸之助が何て答えたかっていえばですねそれは、えー、国に目標がないとあかんと言われたんですねうん、うん、目標があればそれに向かってみんな知恵を出して努力が集まってくると、うん、でも目標がないとですね結局何したらいいか分からんからここバラバラになるっていうんですね。はい、で私はこう考えてましてね人間っていうのは苦労じゃ潰れないわけですよ。苦労の意味が分からないと潰れていくということを思ってるんです。ですから えー、何のための苦労かと、えー、なぜそちらに行く必要があるのかということをちゃんとおこの政治家はじめとする指導者がしっかり啓蒙できると、うん、あるいは国民運動としてもそんなねあのお、えー、耳に心地いいことばかりが起こるわけじゃないわけですから、はい、ですからいろんな問題があるしいろんな苦労が待ってるだろうけれどもその向こうに何があるんだと。はい、ど,どうしてその苦労を 乗り越えていく必要があるのかというですね、苦労の意味ということをちゃんと解いていくということが大事だということを私は思っています、はい。はい、ありがとうございます。まあ今日のテーマはね、うん、主義とは何かというの中で、えー、それが個人で言えばまあ寄って立つもの、でもそれは個人だけじゃなくて国家にもちゃんとなくてはいけないということをまずこの先さんもおっしゃっていたし、うんはい、まあ先生もね、はい、我々のあの本当に10年前からご視聴いただいてるんですけど、あの。 正規塾で、はいはい、そういった国税をね、はい、みんなで作って広げていこうじゃないか、えー、ということをおっしゃってますので、はい、もうまさにイ、はい、先生がおっしゃってたことを、はい、平和さんも読本で書かれているという、はい、そういうういことになりますね、はい、そうですね、はいはい、そでの国税のことをもうちょっと触れておけばですね私は3つあると1つは共生文明の創造と、えー、共に生きる文明ということになりましてこれまであまりにも西洋中心だったと。 そうではなくて、えー、西洋と東洋のいいところが融合されなきゃいかん強制文明の創造とで二つ目はですね、えー、明治以来あまりにも個人主義が実は入ってきてですね個人勝手主義に陥ったとそうではなくて人間性人格というものを高めなければいけないとその人間性とか人間力ということを昔から「徳」という言葉で、えー、東洋人を表してきたわけです。 で高徳国家の建設と、はいえー、いうことで高徳国家の建設そしてもう一つが、えー、もう一つがですねこれ経済がやっぱり大事でありまして、えー、このお私利私欲という、えー、私益を膨張させる経済原理ではなくて経済活動そのもののもが公のためなんだと、うん、最近やっとですねアメリカでもそういう意見が出てくるようになったわけです。うんうん 広域経済の確まあこれ難しい言葉なんですがしかし私はですねこれらの言葉の中に必ず次の日本にとって必要なものが込められているとこれをもっと優しい言葉で表現してくれたらそれで大いに結構でありますが少なくとも外せないのはこの3つだなということを考えておりましてこれも 配信平馬さんのお考えを受け継いで、また松下幸之助の考えを引き継いでですね。えー、皆さんに訴えている内容ということです。はい。ありがとうございます。ええー、ま、たそくでつけさせていただくと、まあ、私、十年前からレモンプロジェクトっていうのやってるんですけど。ちゃんと、これ、三つとも <laughs> 入れてましてです、ねえー。ありがとうございます。共生文明、僕、これ、同義国家と言い換えてるんですけど、はい、同義国家、<ー>公益経済と。いうことは、十個、はいはい、の柱の中に入れて、<ー>はい。 あのやってますんで、はい、まあ僕の言ってることのネタ元がバレてさらにその共通の本がということなので脱足でしたけれどもあの本当にですねあの今先生おっしゃってるわけじゃなくてもう僕が出会った時もう戦12年前なんですけど、うん、からこれ同じことをねずっと言ってこられたので、はい、まあそういった林先生がこういった本をですね、うん、解説して,していただいたということにまあ意義があるんではないかなというふうに感じております。はい では今日は主義のところで一、はいはい、回まとめさせていただいて、えー、次回はですねじゃあどういう主義が必要なのかという,うなことを林さんも書いてらっしゃいますので、はいはい、そこのところを聞いていきたいといまうございます。